姉ちゃんであって憧れの人でもあります。妹でありパートナー。福島市にあるダンス&フィットネスフローブは2003年にオープンしたスタジオ。小学生から高校生までを中心におよそ80人がダンスを通して成長できるようにと、ジャズダンスやヒップホップなど様々なクラスで学んでいます。鏡の前で振り付けを確認するのは阿部紅葉さんと阿部琴音さんの姉妹。9年前、姉の紅葉さんが幼稚園のお遊戯会で褒められたことをきっかけにダンスを始めた2人。3年前からはクラスという名前で姉妹でコンビを組んでいます。練習する時間が姉妹だと取りやすいので多く練習できていると思います。自宅ではほぼ毎日練習するという2人。週末も近くの体育館を借りて練習していますが、ずっと一緒にいる姉妹だからこその大変さもあるようです。見たい番組とかが被って、でそれで喧嘩になって、でそのままこう練習する時もなんかどっちの言い分も聞かないみたいなので全然練習進まなくて、母に怒られたことがあります。時には喧嘩をしてしまうこともありますが、本音をぶつけ合うことができるところは姉妹の良さだと感じています。喧嘩になってもこう気まずくなったりしないところが兄弟でやってていいところだなと思います。練習時間も多く取れる2人は息もぴったり。踊りの中で意識するのは歌詞や曲調などをよく理解して踊ること。姉の紅葉さんは自分なりに理解した曲に対する気持ちの込め方を大切にしていると話します。二人とも合ってない気持ちで踊っちゃうと、ダンスも自然と同じダンスを踊ってても全然違って見えちゃったりするので、そういうところは二人で気持ちも合わせて振り付けも合わせて一つのチームとして踊っていきたいなと思っています。曲の理解と気持ちを込めたダンスを見せる二人。しかし中学生の琴音さんは高校生の紅葉さんに比べて身長がおよそ5センチ低いなど体格差があるため、手足はもちろん体全体を大きく動かし、その差をカバーしようとしています。常に仲良くすごく踊ってるんで、なんかお姉ちゃんをすごい慕ってる感じもあるし、妹を大事にしてる感じもあるから、それがダンスに出てるのかなと思います。どんどん表現力とかもついてきてるし、ダンスがすごい好きな気持ちもすごい伝わってくるようなダンスを2人ともするんで、その楽しい気持ちを忘れないでずっと続けていってほしいなと思います。姉妹であってもダンスの時はお互い同じ立場で話し合いをし、練習を続ける紅葉さんと琴音さん。これからの目標は、コンテストとかこうダンスの大会でこの2人の姉妹で賞を取ることが今のチームの目標です。2人で全国区の大会で入賞をするという目標を叶えるために、これからもプラスな気持ちで踊り続けます。